はい、ということで、アリアン大会のということでっていう始まりだもんな完成中なんですけど、第3アリアンスの中村健太郎先生中村健太郎先生だったんですよ。あったんですね。大正解です、ね、大正解です、ね、よくある名前です。丸坊主にした中村健太郎先生がゲートボールについて今語ってくださってますんで、まあ、第3アリアンスは、レジャーといったらゲートボールオンリーですね。なので、でこの前ゲートボールで興奮することがあったらしいんで、ちょっと話の続きをですね、聞いてみましょう。ちょっと視聴者の方に今どこまでかちょっと喋ってもらってもいいですか。いや先日の出来事で、一昨日の、はい、第120回、はい、全アリアンサーゲートボール大会。あ、全アリアンサーだったんですか、はい、で、第119回目も、はい、最後の決勝は、はい、第3アリアンサー対第2アリアンサー、はい、でこの前は第3が勝ち、はい、で今回も第3が優位に進めた中で、はい、残り5分のところで、はい、大逆襲が始まり、はい、第2の逆襲がやばいぞと思ったところで、はい、パウロさんという人が、はい、まだ50か60ぐらいにしたんですけど、はい、奇跡でショット。若手ですか。結構若手の若手。ちなみに僕のチームは94、92、76、僕29っていうことで平均出るだいぶ高い。足しなんですけど結構下げてます。健太郎さんは下げてますけど、でそこは 4位だったんです。8チーム中ね、はい、残念だけど、はい、そのね、はい、ボールがあって、はい、まあ、普通は当ててこうただね、はい、飛ばすな、まっすぐで飛ばすと、はい、向こう側に相手のボールがたくさんあり、はい、そこにどうしても行きたい、はい、でも一人ではいけない、はいはい、できることはこのボールに当たってあっちに行く。でも 15m もめっちゃ遠いですね。それがね、はい、残り3分で、はい、パパーンってキル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 、このボールが4つある3つあるからキル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 っと、もうそこからね、こう相手のボールを全部出して、はい、で最後は自分のやつが最後のそのゴールね、第5ゲートのところにパーンと飛んで、相手のボールをはじ、あ、自分のボールをまずパーンとやって、相手のボールの中にキュキュキュッと入れて、もう主導権取ってと、主導権取って、ゲートボールって、はい、ただゲートを通ればいいって僕は思ったんですけど、はい、違うんですよ、はい、いかに相手にやらせないか、あー、相手のゲートボールをさせないか、そうで、準決勝でその第2やさってやった時に僕は多分4回しかボールを打ってません。あ、健太郎さんのゲートボールをさせてもらえなかったんですね。ゲートボールは4回、はい、この線の近くに4回ピロって出して僕のゲートボールは終わりました、はい、あ、そうなんですね。121回目の来年につながる大会でした。わかりました。ですか、やっぱまあ、僕もまずこのあれですね、これまでにゲートボール大会の取材っていうのを、まあ、隣の町ペレラバヘッドで開催された時に、まあ、行ってるのがありますんで、ぜひそのビデオリンク貼っておきますんで、ブラジルのゲートボールぜひ、すごく盛り上がってるんでぜひ見てください。先日あれですよね、聞くところによると世界大会もブラジルで行われたっていう情報を得たので、1位はブラジルの、はい、1位ブラジルですか、なんていうのかな、日本なんじゃらっていうところが優勝して、ブルージェイズですかね。で2位3位が日本カントリークラブ、中国中国系やっぱ今強いんだ。ゲートボール界、世界のゲートボール界を言わしてるんですね。負けちゃいけないぞ。でもあれですか、やっぱ世界のゲートボール界はそのブラジルの日系社会が引っ張ってるってことですか。多分そうじゃないですか。そうですね、日本やってないですか、ね、日本そう、どこかの県人会が10面ぐらい持ってるっていう、はい、コート、結構どこ行ってもゲートボールコート持ってますからね。そうですね。まあこんな話もしたら雨も降っちゃいますよね。本当ね、はい、はい、そういうことで以上、第3アリアンサー中村健太郎さんから、まあ、ゲートボール論について語っていただきました。引き続き、今後ともよろしくお願いします。バイ、センキュー。